はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。デジタルバグデュイノセバスです。さあ本日なんですが9期最弱テーマ、何かご存知ですか皆さん。9期最弱と言われているテーマ、どうやらですねデジタルバグらしいんですよデジタルバグ9期で一番弱いらしいっていう話を聞きまして、私ちょっとそういうデッキはね作っていかなければならないということで、デジタルバグデッキを作ってぶん回して、エクシーズフェスティバルで使っていたんですが、あまりにもその編集するタイミングを逃しておりまして、タイミング逃すのが遊戯王なんで仕方ないんですけども、編集するタイミングを逃しておりまして今更の動画になってしまいました。本当に申し訳ございません。エクシーズフェスティバルで使っていた対戦内容もエクシーズフェスティバルです。だからもう1週間2週間前からのイベントの動画をね今更出してるっていう、なんか YouTuber あるまじきね行為をしてるんですけども、懺悔します、反省します、すいません。でどういう出来かっていうと、デジタルバグってなんかその9期最弱って言われていて、9期で実装されたカードの中で一番弱いとか言われてるんですけど、これが新規で追加されててちょっと強くなってんだよね。デジタルバグレジストライダーっていう、こいつすげえ強くてさ、ちなみにデジタルバグのテーマはどういうテーマかっていうと、昆虫族光属性で統一されているテーマで、かなり、ね、縛りがきついんですよ。例えばこのデジタルバグスカラジエーターとか、コアベージとかライノシバスとか全部そうなんだけど、昆虫族光属性レベル何モンスター×2 体以上ってなってんだよね。これねまあ縛りきつくて出張とかなかなか厳しいですし、汎用じゃないんであんま他のデッキにも入んないんですよね、あんまり。これがね厳しいところですよね、デジタルバグの作れないところというか。で、今回は、昆虫モンスターをたくさん入れてね、デジタルバグに寄せまくって作ってきたんですけど、これどういうね、テーマかっていうと、基本的に相手のモンスターを横向かせるんですよ。相手のモンスターを横向かせて、で、横向かしたモンスターをぶん殴ってなんかその吸収したりとか、あとデッキバウンスしたりとか、あと、貫通したりとかっていう、そういうね効果を持っているモンスターで、横向かせるカードが結構強いんですよね、環境というか、ギミック的に。だからなんか、あまりにもなんか、これマスターでこれ使ってる人見たことないですけどみたいな、小悪魔からしか飛んできませんけどみたいなカードが3積みされてたりとか、あとつまずきっていうね召喚判定書が特殊に成功したらそのモンスター守備表示になるっていうのが意味わからんカードとか闇の五風剣っていう発動時の効果処理で相手のモンスターを全部裏側守備表示するっていう効果とか、こういうカードがめっちゃ入ってます。はい、裏側を守備にするっていう効果ね。で、要するにリンクモンスターにはほどなすすべないんですよ。だからエクシーズフェスティバルで使って動画にしたかったんだけどタイミング逃してるっていうね、はいで、モンスターメインギミックのモンスターは、横に並べられるようにデッキ組んでまして、できれば昆虫族光属性レベル3モンスターを2体以上並べたいんで、例えばレジストライダーっていうモンスターが一番強いですね。これ UR なんで、これ UR なんですよ。やばいですよね。入手方法見てください。はい、このマスターパックとこの進化、でもインゼクターが入ってるからワンチャンとか、なんかインゼクター俺組んでなくて、このデジタルバグだけのためにこのパック向いたから地獄やった。他に欲しい方はなくて、マジでレジストライダー3枚のためだけにこのパック向いたんで地獄だったんですけども、このモンスターは、横に展開できるモンスターですね。自分が昆虫族レベル3モンスターの召喚に成功すると手札から、このカードを特殊召喚できて、その後このカードのレベルとそのモンスターのレベルを5か7にできる。これがね、一発でレベル52体とかレベル72体にできるんで、ライノセバスとかコアベージとか出せるんですよ。これがめっちゃ強いですね。はい、で、他にも、ウェブストルダー、これは手札からモンスター特殊召喚してランク3できたりするモンスターですし、センチビットは守備表示になるとなんか、デッキから昆虫族レベル3のモンスターを特殊ができるっていう効果を持ってるんで、これでつまずきとコンボしたりっていう、そういうモンスターですね。で、国軍伝査は墓地から蘇生で、一番強いのはこれギャラクシーワーム、これ一番衝動、このカードが召喚に成功した時にフィールド上に自分のフィールド上にねこのカード以外のモンスターそんなしなければデッキからレベル3以下のギャラクシー効果モンスター1体を特殊ができるということで、ギャラクシーワームでギャラクシーワーム出してくれば、コアページとかが出せる、スカラジエータとかが出せるっていう、まあそんな感じですね。で、この B フォース、レギのツインバオっていうモンスターも入ってまして、でこいつは手札から特殊召喚できるっていう非常に緩い召喚条件なんですけども、この効果の発動後、ターン終了時まで昆虫属モンスターしかエクストラ的から特殊召喚できないって書いてあります。はい、まあ、昆虫属しかほとんど出さないで大丈夫。で、こういうモンスターたちを頑張って横に並べていくっていう、まあ、そういうテーマですね。で、エクストラ的なモンスターたちはデジタルバグ、スカラジエーターとか、あと、まあ、このギガントブリリアントとか、まあ、昆虫属レベル3モンスターを2体並べると出せるエクシーズモンスターが入ってるんだけど、他にも強いモンスターっていうのはいくつかいて、でそれがまずですね、この地獄ゼミ王、地獄ゼミ王、ゼミ王ローカストキング、レベル3モンスター ×2 でつけるアルティメット最強昆虫属ですね、これ。このカードの表示形式が変更されたら手札墓地から昆虫属を特殊召喚できるよという効果と、フィールドのモンスターの効果が発動したらこのカードの XC さえ取り除いて、そのモンスターの効果を無効にしますと。でその後フィールドの昆虫属モンスター1体を選んで、収録を500アップするか表示形式を変更するよっていう効果ですね。だから地獄セミ王ローカストキングを先行では基本的に出していく感じになります。でこのモンスターもなんと、レガシーパックさんっていうパック、普通のパックには入ってないっていう、もう生成ですよね。これも生成しました、私は。もうね、意味わからないカードを生成しすぎて、ちょっと頭がおかしくなってきた、最近。ほんで、あとのエクストラモンスターは、まあ、ライノセワスは、まあ、言わずもがなだから別にいいか。この氷結のレディ・ジャスティスとか、これ、守備表示モンスター全部突破できるよっていう。効果なんだけど、こいつとか、あと、エクシーズレベル、ランク5、6のエクシーズモンスターの上に重ねられるガイアドラグーンとか、あとレベル7になれるんで、レジストライダーが、だからレジストライダーからすぐ出せるタイタニックモス、これダイレクトアタックできるんですよ。ダイレクトした後にいきなりアーゼウスができるんで一応ね、ガンダムができるんで、一応入ってますっていう感じですね。あんまやんないですけど、はい。まあそういうね、エクシーズモンスターたちが入ってる、もうエクストラ見てもらえばなんか、その、っていうデッキだよな。っていうデッキになるよな。で、まああとの、まあ、魔法トラップカードは一応説明するんですけど、なんかギミックがめちゃくちゃ強いとか、なんかその昆虫属とコンボするとかじゃなくて、単純に強いだけ例えば、まあ、新風のバリアエアフォースとかね、これ手札にバウンスできるカードとか、あと、これティタノサイダーね、これ相手のエクストラ的な特殊召喚されたモンスターの攻撃力と効果をゼロにして無効にするよっていう効果なんですよ。これめっちゃ強いっていうのと、あと墓地からセットし直せます。エクストラ的からモンスターを特殊召喚した場合、相手がなんで、まあ、2回使える最強の効果で、これ別にデジタルバグデッキでもなんでもないんですけども、強いトラップだなと思って入れました。はい。それから天狼接続、これは相手の墓地のモンスターと、フィールド上のモンスターを両方とも処理るから、なんか2アド稼げるなと思って、2アドっていうか、1、2交換できるなと思って入れました。はい。まあ、この辺はマジ適当っす。はい。強ければいいです。別に。非常に楽しかった。こういうデッキ使ってんの一番楽しいんだよね。なんでかっていうとね、メインギミックが弱いから。はい。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。やべえ、まだポイントを全然回収してないんだ俺は。エクシーズフェスティバルが終わっちまう。あ、つまずききた、いいね。つまずききたらいいぞ。ちょっと一回先につまずき打つか、つまずき打ってからにしようか。つまずきの効果を発動。つまずきの効果によりセンチビットを召喚し、センチビットが守備表示になったことによりセンチビットの効果を発動するぜ。センチビットの効果により、これはレジストライダーでいいね。レジストライダーを特殊召喚、そして2体のモンスターでエクシーズ召喚。現れよナンバーズ、ナンバーズいくつだっけこれ、ナンバーズ3、地獄ゼミ王ローカストキング強っ、打点結構高え、シャラッ OK。 そしてヤバすぎるカードを2枚ほどセットさせてもらうぜ。カードをまあ一応2枚セットするよなこれは。そしてターンを終了するぜ。お前のターンだ。さあお前はどんなデッキだ。俺は地獄ゼミ用デッキだぜ。地獄ゼミ用デッキ、嘘です、デジタルバグデッキです。一応9期最弱と言われているんで救ってきました。ちなみにちょっと強い森と言われているなんだっけ、光虫基盤みたいな、なんかバグなんちゃらバグみたいなやつは、おいふざけんなよ。いやまあ一応ライトニングストームケアで伏せるかどうかちょっと迷ったんですけどてか先打てばそれ別にセットしてから打つ必要なくない？サイファーツインラプトル、あ、なるほど、サイファーこれあれか、ストラクチャーデッキをメインにしてる。ああ、えそれそんなことしなくてもあれなんじゃないの？サイバーツインラプトルでさ、あの手札捨ててあれ出てきたらなんかレベル8になれない？なんだっけ、なんだっけ、バイブレーン、バイブ出してきたらなんかレベル8になれるんじゃなかったっけ？確か。なんかちょっと若干もったいない気がしない？サイファーね。まあでもどっちにしてもやばいね。サイファー、何？サイファードラゴン。バカな。そのパクるとかいう効果はマジでやばいから止めるしかねえ。ガチでやべえから止めるしかねえ。地獄ゼミ王、ローカストキングの効果を発動。ローカストキングの効果により、レジストライダーを墓地に送り、お前のモンスターの効果を無効にして、こいつの守備力をちょっとだけ上げる。ちなみに破壊することはできない。じゃあセミ君さ、破壊しない？無効にして破壊してくれたらめっちゃ強いんだけどな。ただ4000とかいうモンスターはそう簡単には超えられないはずって言おうとしたら、サイファーブレードが出てきてしまったぜ。終わった。終わったー。くそ、逃げろセミオ、逃げろローカストキング、逃げろー、逃げろー、ブワー。くそー、効果無効1回ごときでは余裕で超えられてしまうということか。やるじゃないか。まあでもコクンデンサーいるんで、まあ、ギリなんとかなりそうな気しますけどね。どうですかね。ドロー、レジストライダー来た。なるほど、レジストライダー来たな。コクンデンサーじゃなくてもいいのか。じゃあセンチビット召喚していいのか。センチビット召喚、あの伏せカードなんだろう、ちょっとわかんないですけど、とりあえずレジストライダー効果、レジストライダーの効果は特殊召喚し、そしてレベルを変化させ、レベルを7に選択して、で、レジストライダーの効果を発動するぜ。レジストライダーの効果はセンチビットを守備表示にし、なんか謎のモンスターを出してくるという効果も一応発動した方がいいんじゃないか。これあんまり関係ないか。でも守備表示で出てきちゃうんだよなこれな。国運連鎖をさ、なんか攻撃表示で出してきてくれればさ、もう1体並ぶのにね。いいや、もうなんかこれなんかぶん殴ってアーゼウスする。さすがにアイドルしますか。ワンチャン着地狩りされる可能性もあるしね。伏せカードあるんだったら一応ライのセバスを出して、でぶん殴りに行くか。かわいいよね、この羽ブーってのかわいくない？一応しょるか。一応しょって、でまあこれしょりながらの、はい、でサイファーどっか行った、サイファーブレードどっか行った、サイファーブレードどっか行った、で出てくるギャラクシーアイズサイファーとかも出てくる、素材はない。でこれでぶん殴りに行く、バトル、ほい。これでそのセカードなんですか、ドレインシールド。何？これもしかしてバトルしたことになってないからさ、アーゼウスさせない。やばいやばいやばい、それはやばいな。まあでも重ねて、これ重ねられた瞬間に殺せばいいから、重ねられた瞬間に殺せばいい説あるから、まあ FA かサイファーブレード出てきたの、サイファーブレード出てきたらめんどくせえな。これショット無理やったかな。あ、サイファー X ね。はい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 。サイファー X は、あ、ティタノサイダーは一応セットし直すことができる。これで、またティタノサイダー戻ってくる。こいつは別に破壊されてもなんか出てくることないですよね。対象に取れなくなるだけですよね。まあ、じゃあ、ショルか。ライノセバスの効果を発動。羽をパタパタさせることにより、お前のモンスターを破壊する。パタ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 。さすがにドレインシールドを笑ったわ。あれ、なんかレンタルデッキかなんかに食器で入ってる。ツインラプトル、いや、でも手札がない。オッケー。なんで出した、なんで出した。ドロー。闇の五風霊剣とかいう最強のカード来ない。五風霊剣じゃない、闇の五風剣来たな。これはですねなかなかに強いことができますね。でこれでもう一回レジストライダーを特殊召喚、そしてレベル3のモンスターが2体。あの癖カードまた攻撃反応じゃね？なんか何も光んねえけど怖っ。これスカラジエータか。俺は2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろデジタルバグスカラジエーターバトル。スカラジエーターでアタック。お前のモンスターは戦闘中された場合、このモンスターの下にスワイトライって吸収されるぞ。またドレインシールドかなにーちょめんどめんど。これやご闇の五風剣って裏側にして置いといたらエクシスできないんじゃね？こうじゃねよしよしよし遅延行為は可能。これで、まあ、出すモンスターもあんまりない。ラグナード出してもアーゼウス重ねらんないんであんまり意味なくて、これは終了ですね。ちなみにライノセバスは隠さって効果で貫通能力を持っているぜ。さあどうするギャラクシーアイズ。ちなみにお前のそのモンスターは表示形式を変更することはできない。このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、闇の五風剣が存在する限り、相手フィールドのモンスターは表示形式を変更できない。でもうそのさ癖カード怖いからやめて。何それ。それまたさ、なんか攻撃無効系じゃないそれ。ドレインシールドとさ攻撃の無力化で一生なんか困ってるんだけど、どうしたらいい？いけライノセバスで貫通ダメージを受けろ。またドレインシールドか。なんだそのカード一生ドレインシールド打ってくるやん。一生ドレインシールド打ってくるやん。ちょっとさドレインシールドじゃなくてさマジックシリンダーとかの方が強いんじゃないの多分知らんけど。でメイン2、いやこれガンダムにする必要なくねこれ。ガンダムじゃなくてそのままの方が強いんじゃね。これでいいや。ティタノサイダーは別になんか除去されるかもしれないし1枚でいいこれには。まあ相手ハンド1枚からエクストラデッキからモンスターバンバン出てくることは多分ないと思うんで。サイファーインダーフィア、なんそれ。フィールドに同盟モンスター存在する自分のサイファーモンスターが戦闘からダメージ計算時にその戦闘から、自分のサイファーの攻撃のバトルで終了時まで倍になる。へえおもろ。おもろいけどバトルしていい。2800でダイレクトで3600でダイレクトよし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 。打つかこれ。打ってそろそろライフ削りに行った方がいいんじゃねえか。打つか。マスクチェンジ発動。マスクチェンジの効果によりデジタルバグライノセバスを1つ2つ下または2つ上のランクのエクシーズモンスターにエクシーズチェンジするぜ。現れろデジタルバグコアベージュ。ふん、はい、よーしこれでガンダムになる準備は整った。これが史上最強のモンスターだということをお前に教えてやるよ。現れろガンダムこれも返せないでしょ。これは返せない。さすがに返せない。ガンダムの効果使いまでもねえな。これティタノサイダーセットしたのミスか。ティタノサイダーセットした人もよかったの。ティタノサイダーあった最後のインサイダーとかいうなんかよくわからんカードで何ができるんだ。残儀の用意はできているか。残儀の用意はできているか立場が逆転してしまったようだな。俺の名はデジタルカイト。人は俺をナンバーズハンターと呼ぶ。呼んでる人は見たことないですけどね。ふっいやあ殺しきれねえ殺しきれなくて草でつまずき発動してこターン終了だよ。さあお前のモンスターは召喚特殊召喚したターン守備表示になり攻撃することはできない。つまり残念だったな。リンクモンスターのいないこの環境ではつまずきはこれほどに強いんだよ。あんまり強いところ見せれなかったけどな。このデッキエクシーズフェスだとそこそこ楽しくデュエルできますねランク戦で持ってったらやばいこと起きそうだけどエクシーズフェスティバルだとなんか意外とメタカードが結構その裏側にして意外と止まってくれるんで意外となんとかなるっていう、これそこらしが結構強いんですよこれ。意外とね、ギャラクシーワームの効果を発動、ギャラクシーワームの効果によりギャラクシーワームを特殊召喚、そしてレベル3の昆虫属モンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚、地獄ゼミ王ローカストキング、ローカストキング、ローカストキング、キングは1人このセミだ。セットでいいか。まあちょっとね、ひたすらにねライトニングストーム打たれまくってるんで一回これでもいいですね。なんかもうライトニングストーム恐怖症みたいになってるんでねさっきからなんかライトニングストームなんか3連発くらいされてて全員入ってるっていう。あ、絶対入ってんじゃんこのデッキ。ヌメロンネットワークでももうライトニングストーム打てない。セット、なるほど、セットセット、はあ、なんで先セットした、なぜセットした先に、ようわからんけど、なんかさ、なんかデュエルリンクスみたいな動きするやつ結構いるんだよね。なんかセットしてから動くみたいなさ、なんかようわからんプレイングする人結構いて、これはなんでデュエルリンクス民ってこと？ちなみに僕もまあデュエルリンクス民なんですけども、一応それはいいや。デュエルリンクス民なんですけど、なんかマスター10のやりすぎでデュエルリンクスに戻ってメイン1でカードセットするの忘れるっていうこれちなみにティタノサイダーをぶっ込むと、ヌメロン系のモンスターはキル取れなくなります。このまあリミッター解除とかあったら別だけど、リミッター解除とかなかったらいけます。これでこれティタノ1枚で止まるっていうところを見せてやるぜ。ゲートオブヌメロン A カムをの攻撃力をゼロにして、で効果を無効にする。そう効果は無効、よし2000、そうでこれで殴って2000になって、で2000殴って4000になって、そう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 、これ大丈夫だから、これ耐えるから。見せてよ、2000になるでしょ、2000になるでしょ、そうで2000で殴ってまだ突破できないんですよ。で4000になって、そうほらね、これティタノサイダー1は止まるんですよ。いける、強い、はい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 。ちなみにまあ後で打ってもいいんですけどね、別にその今打つんじゃなくて、その後のタイミングで打ってもまあ多分いけると思うんですけど、このなんかぶっち込んでくる。あ、でも後で打ったら遅いか、遅いかも、遅くもねえか、まあいいや。とりあえずシニューニャかなんかになるんでしょうね、おそらくね。シニューニャになって、で除外されてるモンスターの数かけるなんかポイントのダメージを3000ポイントですかかなんかのバーンダメージを与えてくるとかいう効果でしょうね、おそらくね。ああいいだろう、 OK。まあここからアポロウサって言われないから、このイベントはまあギリ耐えてるわおっと俺のハンドは絶望的に弱えぞ、大丈夫。ああレジストライダー課金してよかった、レジストライダー課金してよかったマジで。レディーバグを召喚して、レディーバグを召喚し、そしてレジストライダーの効果を発動。レジストライダーの効果によってこのモンスターをレベル5か7で特殊召喚し、そしてフィールド上の昆虫属モンスターの攻守を変更することができる。もちろん俺はレベル7に変更。そしてデジタルバグレディストライダーの効果により、このレディバグを守備表示に変更する。そしてレディバグは守備表示に変更された場合、なにだにじゃやっべ、マジスカロックンロール、それに関してはマジスカロックンロール、やべえ、表示形式変更する。こいつを攻撃表示でしなきゃいけないのマジこいつ攻撃表示でしなきゃいけないのマジ。おいちょっとエクシーズさせてろよ。バック強えんだよなみんな、まあ俺もそうなんだけどよ割と。でメイン2史上最強カードをセットさせてもらう。これでもうライトニングストームはできない相手は、つまりこの伏せカードは踏まざるを得ないということよ。これダイレクト何枚入ってんだろうな、ダイレクト何枚入ってるか知らねえけど、ダイレクトしてきた4体は全て裏側表示にさせてもらうぜ。お前のフィールドには今落とし穴が掘ってある、落とし穴が掘ってあるぜ。でこれでフラスコ帰ってくる、フラスコ帰ってきた。ほんでだな、ヌメロンネットワークは使うよな多分な。どうだヌメロンネットワークは使うんじゃねえか、さすがに。ヌメロンネットワーク使ってまた全員でぶん殴ったら勝ちなんじゃねえか。おいバトル何、なぜだなぜだ、俺のフィールドのセットカードを警戒したのか警戒したっていうことか。なるほど。あと残りライフは4000 またティタノサイダーと思ってんのかなあ。ティタノサイダーの効果読んだのか。もう一回セットし直さんの嫌だみたいな話。おカナディアも来たぜ。バージェストマカナディアも来たぜ。ちなみにバージェストマカナディアは来たけれど展開はできないぜ。俺はモンスターをセットするしかねえ。弱えな。展開力やっぱないんだよね、このデッキそんなに。いや、その一枚ショットがないんでね、基本的には。まあ一応あるっちゃあるけど、まああるっちゃあるけどないんだよな。ないか。あるっちゃあるとかねえわ。一枚ショットねえわ、そもそも。一枚ショットが存在しないデッキ、強いわけない。バトル何あいつなんか無限に殴ってくるんだ。とりあえず無限に殴ってくるんだったら、とりあえずカナディア打つか。カナディア打って一応こいつモンスター守るか。まあ、次のターンエクシスできるかもしれないから、バージェストもカナディアの効果によりお前のモンスター裏側守備表示にできるぜ。リンク環境ではこんなカード入れてるやついませんからね。このエクシーズフェスティバルのみで活躍する最強カード。一応今後シンクロフェスティバルとか融合フェスティバルとか、今融合はあんま見えないけど、シンクロフェスティバルとか来たらワンチャン活躍する可能性はありますね。ドロー闇の五風剣来た。なるほど。そしてモンスターを反転召喚。デジタルバグレディーバグ。バグ何個あんだよこいつ。ギャラクシーワーム使い道なさすぎるからこっちからでいいか。ギャラクシーワームを召喚。そしてレベル3のモンスターが2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚させてくれ、頼む。エクシーズ召喚もできる。エクシーズ召喚はできる。死にゆにはいんのかこれ。何死にゆにはいんのか。めんどくせえなこれ。バトルフェザーいるかこれ。そのままこれちょっと相手の癖カード怖いんで、これ先にこっちと殴ってから、ちょっとなんかその強制脱出装置されるの嫌なんですよね。だから多分入ってる系のタイプの人なんで、まあ、一応モンスターだけしょって、まあ、一応この後にやらざるを得ないか。はいでまあ、一応これでメイン2入るじゃあ何この謎の昆虫ビート。謎昆虫ビートすぎるでしょ。で地獄ゼミをローカストキング出してお茶に濁すしかないかな。これで強制脱出装置打たれたらしゃあないか。これでも強制脱出装置打たれるんだったら別にあれだったな。どっちにしてもガンダム出しに行ってよかったな。とりあえずゼミ王に絶対的信頼を置いてる男はね、この地獄ゼミ王のね効果をね、めちゃくちゃ信頼してるんで、はいこれバック除去された瞬間に終わるのおもろいな。和睦の使者ほう。まあ、一応バージェストマカナディアを沸かしよっか。和睦の使者なんて入ってるんだ。へえ面白いですね。なかなか防御札はなんか適当に入れてるのかなみんな。まあ、割と俺も適当に入れてるけどね。さあバージェストマカナディアはモンスター効果を受けない。セット。なるほど。お前セットするの早えって。だからデュエルリンクスやめろ。これマスターデュエルやぞ。さあそろそろ来るか。ヌメロンネットワークの効果を発動していく。さあヌメロンネットワークの効果によるヌメロンダイレクトを墓地の送り。いや来たぞ。はい。あそうかあれか、死にゅうに入れたからヌメロンネットワーク打てんかったんか。なるほどな。そういえばそんな効果あったな。自分のフィードにモンスターいちゃダメみたいな話ありましたね。はい。そういえばそんな効果ありました。今思い出しました。ただしそこには落とし穴が掘ってあるぜ。落とし穴が掘ってあるぜって。あ、これもセットできる。ティタノサイダーはセットし直そう。ティタノサイダーをセットし直しながら、てってれードッキリ大成功ひょい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 間抜けは見つかったようだな。ドローつまずききた。なるほどどうしよっかな。一回殴ってガンダム出しに行くの結構ありますね。一回殴ってガンダム出しに行って次のターンでしょって全部ぶっ飛ばすっていうのありますね。攻撃表示変更。地獄ゼミ王ローカストキングのモンスター効果を発動。このカードが表示形式が変更された場合、手札または墓地から昆虫属モンスター1体を特殊召喚することができる。もちろんこれによって特殊召喚されるのはレジストライダー。レジストライダーを特殊召喚。そしてレディーは出していいか。レディーは出していい。戦闘破壊されないんだっけ確か。なんかヌメロンってそれめんどくせえよな。守備表示モンスター全部破壊してるのもあるけどな。まあでもガンダム出しに行った方が強い気するんだけどな。これ一応妨害立てながらガンダムを出しとくか。まずこことここでこう一応効果無効おじさん出して守備表示にするってやつ出しといて、でバトルフェーズ入ってバトルで殴る。どっちの方がいらないかってこっちの方がいらないな。これ殴るで戦闘では破壊されないとかいうやばすぎる効果を持っているヌメロンを一回殴っておく。エクシーズモンスターが戦闘を行ったという事実を作っておく。既成事実を作っておく。よしでだな。これでメイン2だな。あそれ効果発動するのね。まあいいや。そしてまずダウナードこの上重ねてエクシーズチェンジする。ほい。はいでガンダム出しとく。はいはいほい。よしよしで闇の五風景も発動しとこうほいっとよしこれで埋めとった。でつまずきも発動しとこうよしこれは辛いはずだ。これは相手辛いはずだ。底なし落とし穴で完全にロックされ、さらに闇の五風景も発動され、さらにつまずきも発動させる。これで相手はほとんど攻撃ができないそしてヌメロンネットワークの特有な効果によりフィールド上にモンスターが存在する場合は効果を発動することはできない。うおーガンダム効果発動。すべてのカードを墓地に送れ。うおーブロー。そうカナディアは生き残る。カナディアならね。そうカナディアならねドローよしなんだこのチェーンは。おいヌメロボールか。ヌメロボールだろお前それ。うん殴りに行くぜ。行けバトル。行けガンダムによる攻撃。ガトリング連射砲ドロー。いっけーファンネルヌメロンボール。なるほどそれはまず関係ないですね。あんまり関係はない。これもしかしてさこれ気づいたんだけどさこれアーゼウスの横にカナディアめっちゃ並べてカナディアビートするの実は強い説ある。それは嘘対戦ありました。ハンドまあそこそこだな。割と悪くはない気がする。初動札は引けている。一応後続を用意する札も引けている。そして妨害札も引けている。割とこれは強い。シャドウディストピア。おうおう悪魔城リリース。なるほどおうリリースしてトラップカードを持ってくるという効果を持っている。これあれじゃんね。相手ターンで使った方が強いじゃないこれ。あ冥界の呼び水なんかすげえな。なんだこのデッキわかんねえな。このデッキ謎のデッキだな。はいなんかようわからんカードセットされたぞ。ディアボロス。そういうこと。それは強いね確かに。闇属性がリリースされると特殊召喚できるモンスターですね。これ怪獣効きませんからこのモンスターリリースされないですから。あのモンスターははいでトークンが出てくる。オッケーいいでしょう。我のターンドローゴードン。なるほどね。ギャラクシーワームを召喚でいいな。ギャラクシーワームを召喚。ギャラクシーワームの効果発動。ギャラクシーワームの効果によりデッキよりギャラクシーワーム1体を特殊召喚することができる。現れよギャラクシーワームそしてレベル3の光属性昆虫闇属性になってる。やばっえ、あ、でも大丈夫か。デビリアンソング。出せるモンスターいなえ、待って。ちょっとハーピーの羽棒聞かないと終わる。これ、光属性、昆虫属だって言ってんだよ、こっちの敵。なんで闇属性、レベル2になってんだよ。おかしいだろ！おい！お前やっていいことと悪いことがあるだろ！おい、ふざけんな、お前！なんもできねえなんもできねえのくさ。ちょ、そのさ、このデビリアンソングってのダメじゃない？これなんで禁止やってんの？おかしくない？レベル合わんかったらエクシーズできないの当たり前でしょ。